on forms, I'm not alone. It's fine for now, then you come along and I cry. Liberated, I'm seeing clearly now, there's no turning back and I'm overwhelmed. Do you really want to say the night on fire? You're my only way out. Do you really want to turn your life around again? You know you're my last chance. Can you feel my tears? They won't dry. Can you feel my teardrops of the loneliest girl? The loneliest girl. までご覧いただきましてありがとうございます。今回はキャロル&チューズデーの劇中歌ザ・ロンリエストガールをなんと白猫さんとカバーさせていただきました。はい、ということでもう本当に白猫さんありがとうございます。白猫さんもですね、日本のアニメが大好きで、もうアニソンのカバーをねガンガンアップしているチャンネルになります。ぜひね皆さんもね、白猫さんのチャンネルも見てみてください。もうね拝みたくなるようなねありがたいおっぱいの、ね、気持ちでございます。本当に羨ましいです。はい、ということでね、キャロル&チューズデーのアニメの方はですね、前回の10人しかお客さんがいなかったライブから急に10万人が見に来るライブにね急遽出演できることになって、でもそれも有名アーティストの代打として出れる可能性があるくらいの感じだったんですけれども、まあ、ステージに出て頑張って出たんですよ。まあ、そうするとやっぱりその元々の出演する予定だったアーティストを見たいお客さんからですね、もうヤジが飛んで、もう缶とかゴミとかボン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 飛んでくる中、頑張って2人は歌ったんですよ。で、まあ、結局歌ってる途中で元々出演予定だったアーティストの音がガーンってなるんですけども、ね、本当にそのシーンはですね見ていて心が痛かったです。でその後とある、ね、有名女性アーティストがですね2人を励ますんですけれども、その励ました後にですねもう2人はもう本当に喜ぶわけですよ。もうさっきの辛かったことをねもうすぐね忘れちゃうくらいに嬉しいっていうふうにね、もうねガラッと変わるんですよね。もうそのね若い2人のその感じすごい見習いたいと思います。あとはですね、キャロルがですねチューズデーのことをチューってねえねえチューって呼んでるのがもうすごい可愛かったです。もうねアニメもどんどんね目が離せなくなっておりますね。一緒に皆さんも、キャロル&チューズデー楽しんでいきましょう。ということで今回もよろしければいいね、そして通知音の設定をお願いします。そして白猫さんのチャンネルの方には、パートを入れ替えたバージョンがありますので、ぜひそちらの方も見てみてください。お願いします。今回もありがとうございました。